どうも皆さんこんにちは、みずるです。今回はグレイゾンウォーフェア最初のタスク3つ紹介しようかなと思います。英語でね、どうしてもわかんないよという方や、こういうゲーム、なかなかこう攻略が出ていないと難しいという方に向けてですね、まだあまり攻略サイトも出揃ってないでしょうから、ひとまず3つ終わらしてきたのでご紹介したいと思います。結構簡単なので得意な方というか、分かってさえしまえば3つ同時進行なんてのもね、できるかと思います。ひとまずタスク見ていきましょうか。今ね、一通りこれ3つ終わって、なんか NPC 狩りとかをしてたら、なんか全然タスクを進んでなかったんだけど、やり始めてからですね、今、ひとまずこれを終わらして、次が出てるといった感じです。まず順番に、ハンドシェイク、ガニー、ラブラットというものが存在していて、それぞれね、タスクを出してきて、あとは解放で、アーティザンと、アーンコート、バンシーがいます。で、今回最初やっていくのはこの3人。まず、ハンドシェイクのタスクがファーストリコンというものです。3つのロケーション行ってこいよっていうだけなので非常に簡単です。一応ヒントとしては、この170、120というのがマップの座標になっているので、この辺りに、当たりをつけて、ウェイポイントなんかをつけていくと意外と簡単に終わったりします。あとはね、ファーストリコンに関しては、この画像が類似したというか、似ているとこ行けば終わるので、意外と簡単なんですが、このね、座標とかが分かってなかったら結構苦戦しちゃうのかなとは思います。で、キャッシュリトリバルが2つのロケーションに行って、タルコフでいうところマーカー設置してこいよっていうやつで、これ結構ね、苦戦するんじゃないかなと思います。で、どこにあるかがね、明確にはないので、ロケーションを書いてあるんだけど、ロケーションの中のどこどことまでは書いてないので、ちょっと大変かもしれません。そしてですね、次、メッツ・ウォンテッド。こちらも、ロケーションの中のサプライを探してこいよというものになっています。まずね、じゃあマップで当たりをつけていきましょう。はい、マップこんな感じに見れますけども、今回行く場所っていうのがちょっとズームしてもらったナム7っていうところを、周辺で全て済みます。今ね、丸をつけてると思うんだけど、こんな感じの場所行けば OK なタスクになっています。基本的に初めて行ったとこっていうのは、こういう名前がついていくので、全部こう名前をね、解放していくと簡単に終わるんですが、こんな感じでやってもらってね、行くだけになってます。あとは詳しい解説っていうのはちょっと順々に、タスクごとにちょっとね、道中の映像なんかを見せながらやっていきましょう。ということで、ね、最初、じゃあハンドシェイクから見ていきましょうか。ちなみにタスクのね、受注の仕方、ちょっと話してなかったのでご紹介しておくと、ベースキャンプでオプションを開いてもらったベンダーズからですね、ハンドシェイクなり、ガニーなりと、トレーダーを選んでもらったタスクからの、アクセプトをタスクしてもらったら受けることができます。はい、まずはね、ファーストリコンのタスク、ハンドシェイクのやつだっけかな、を紹介していきたいと思います。場所はこんな感じです。モーテルが近くにあったりとか、基本最初ね、皆さんこういうとこ通ると思うんだけど、その、右前、左前、向いてる方によって違うか。青いテント、青いビニールテントみたいなので覆われてるところですね。ビニールの壁みたいな。こんな感じで近づいてってもらって、真ん中ら辺まで行くとね、タスクコンプリートって右下に出るので、確認してみてください。はい、次行ってみましょう。はい、次はコンビニエンスストアです。ナム7の中だと真ん中ら辺のマップに位置してます。コンビニエンスストアも、ロケーションの文字が出るので近づいたら比較的分かりやすいかなと思います。この辺敵めっちゃ多いので、いるときね、7、8体いたので、結構死にかける場合があるので注意しながら行ってください。ここもですね、右下にコンプリートが出たらまた完了になるので、それが出るまでね、近づいてください。はい、ラストはね、ガスステーションです。ここ結構遠いので、行く際は、ご飯とかもね、しっかり持っていきつつ、あと、弾が切れないようにね、注意した方がいいかと思います。リロードは早いけど、弾の消費が結構エグくて、敵硬い気がするんだよね。ヘッド入れてるけど、ちょっと当たんなかったりみたいな、スコープとか距離感的なあれで。なので、ここ行くまでに結構敵と出会うので、注意しながら行ってください。近づけばね、クリアなので、中の敵は別に倒さなくてもいいんですが、割と脇っぽじなので注意してください。はい、続いてはね、キャッシュリトリバル、ウェアハウスの場所から行きましょう。ここもですね、かなり目立ちやすい外壁の建物なので、一回見たらね、覚えられるよって人もいると思うんですが、このね、場所が結構、見つけにくいというか、知らないと、探しにくい場所なので、これ、野良の外人がなんか探してたっぽくて、ずっとついてくるので、お世話してたんですけど、この、一番端っこのね、裏手に入れるところがあって、この木箱にマーカーを設置することができます。マーカーはね、ロストすると買わなきゃいけないので注意しましょう。はい、もう一箇所も同じような仕組みでマーカーを設置していきます。ルンバーヤードというところですね。ガスステーションが割と近いです。ウォータータワーも次行くので覚えておきましょう。ここも敵めちゃめちゃ多いです。さっき一緒にいた外国人ここで死んじゃったんだけど、敵しっかり1体ずつ処理していかないと割とね、削られてガンガン出血して死んじゃうので、まあしっかりと丁寧にね、障害物使いながら倒していきましょう。ここは結構ね、声しなくても潜んでたりするので、まあ、しっかりと壁使ってね、障害物使いながらクリアリングしていくといいと思います。さあ、こんな感じで広場から見てですね、今向かってる方向に進んでもらいたいんだけど、まあ、こういう小屋とかがあった、この端っこ。まあ、場所としてはウェアハウス側の側面ですね、に位置している道路の近くにある小屋にあります。結構ね、見つけにくいので、ここもまあ知ってないとちょっと探しの苦労するかと思います。さあ、そして最後はね、先ほども行くよと言ったウォータータワーですね。ここはかなり目印が大きくて、給水塔がね、かなり高いものがあるので、目印にはうってつけなんですけど、ここもね、周りに結構敵が湧くので、しっかりと倒しながら進みましょう。このゲームね、声、まあなんかタルコフのスカウみたいに声するんだけど、意外とね、なんか紛れちゃったりして、見逃しがあるとね、サクッとやられちゃったりするので、なんか一緒にいた外国人がいつの間にか死んでて、あ、そこいたんだみたいなのがすごい多かったので、声がね、確実にするとは限らないっていうのが結構ミソですね、これ。で、この中がね、かなり見つけにくくなってて、自分一個一個確認したんだけど、一番右奥ですね。入って右奥、このサプライクレート。白の青縁のボックス。4マス必要なので、しっかりと開けて持って帰りましょう。あとはですね、ヘリコプター呼んでもらって、帰ったらタスク報告をすれば完了です。報酬の受け取り方なんだけど、タスクを受けたところで、それぞれクリア扱いにできるので、ここでね、タスククリアして、次のタスクが出たらまたアクセプトタスクしてもらって、次行きます。で、タスクの報酬が、まあ、メールにね、こうやって出てくるので、タルコフと一緒ですね、ここで受け取りましょう。スタッシュがね、倉庫がいっぱいだと、カツカツで受け取れなかったりするので、しっかりとね、整理しつつ受け取っていきましょう。はい、これで3人分のね、クエスト、最初のやつは終わらせられます。割と簡単なんですけど、ちょっとね、仕様とか、いろいろやり方分かってないと苦戦するかなというところで、まあ、特にマーカーとかね、はい、ぜひ参考にやってみてください。